覚悟しろ、金蓮。残念だったな、金蓮じゃなくて。旦那様、大丈夫ですか？早く、あの男よ、捕まえて。久しぶりね、武将。また会えるとは思わなかったわ。金蓮。どんな不粋者かと思えば、武大の弟の武将か。とんだ醜態だな。申し訳ありません。このようなものが入り込むとは、せっかくのお楽しみの最中に。まったくだ。すぐに経理に。待って。私たちの邪魔をした罪は重いわ。そうでしょう、旦那様。せっかくだから経理に引き渡す前に、私たちのために一役買っていただいたらどうかしら。何の真似だ。こんなところに忍んでくるくらい、私と旦那様のむつみごとが見たいのなら、見せてあげようと思って。ね、旦那様、続きをしましょうよ。そうだな、観客がいるのも悪くない。やめろ、やめろ、やめるんだ。お前たちの浅ましい姿など見たくない。浅ましい？悪いけど私はこれが大好きなの。汚らわしい、そんなもの見たくない。やめろ、やめろ、やめろ。ダメよ、ちゃんと見なさい。本当は私を抱きたかったんでしょ。違う。抱きたかったんでしょ。違う。強情ね。この女はまるで抱きの生まれ変わりだ。欲望の塊、あらゆる男を翻弄する。この女を生かしておいてはいけない。世話になったな。いいえ、こちらこそご迷惑をおかけしました。こちらであの者は経理に引き渡しておきます。ああ、そうしてくれ。おや、正門の旦那様じゃありませんか。よもやこんなところでお会いするとは、旦那様も隅に置けませんね。どなたです？利害伝という契約人だ。他人にいろんな情報を売って飯の種にしている男さ。おい、こっちだ。そうだ、利害伝。ちょっと頼みがあるんだが。そいつを連れて行け。次のお客様の邪魔だ。待て！あの女は生きていてはいけない女だ。この命に代えても生かしてはおけない。金蓮！ギャー！誰か助けて！助けて！逃がさないぞ、正門！地獄へ落ちろ！うわぁ！こいつらを殺して、それで死罪なら本望だ。違う。そんなバカな。捕まえてくれ！あいつが犯人だ！はかられた。まったくバカな男だ。上着を取り替えただけでこうも見事に引っかかるとは。だって所詮あの武大の弟ですもの。違いない。下っ端とはいえ役人を殺した罪は重い。経理に金を積んで奴を死刑にしてやろう。
久しぶりにいろいろ楽しませてもらったお礼にな。それは素敵ですわ、旦那様。こうして武将は経理に囚われ、投獄された。そしてこの事件は、武将の二人に対するさらなる復讐心に火をつけることになる。